どうも、レオです。ポチです。いつもご視聴ありがとうございます。YouTube の方はチャンネル登録、ニコニコ動画の方はフォローしてくれたら嬉しいです。それでは、雑談放送第6回かな。やっていきたいと思います。はい、はい、お願いします。はい、じゃあちょっと初めにいつものように横に流してる歯車の街でございます。はい、見てよこれ。わあ。1ヶ月経つとこんなことになるんですね。進歩したね。進歩してるんです。すごい街っぽくなってきた。そうでね、この街っていうのも後で要素で見つけて、うん、なんかなと思ったら。うん、こうやってね、街の全体図が見れるんですよ。へー。でね、なんか最初は、うん、本当にね、こうしょうもないこれ一個だったんですけど。そうだった、なんか回してたもんね、うん、そんなのね。何かなと思ってたら、うん、こうね、どんどん街が大きくなっていって、うん、鉄道が走ったり、うんうん、街じゃん、本当に。そう、どんどんね、もうこんな大きなことになってるっていう、びっくりすることになってるんです。すごいですね。これはね、やっぱりハムスターが回してるんだね。そうだね、ずっとこのハムスターが回してて、 すごい重労働のハムスターだけど大丈夫この子、うん、いつの間にか初期のやつなんてレベルが1325とかになってるっていうね。でもまだね、あれなんですよ、あと3つぐらい空いてなかったりしてるんで、うん、まあまだまだって感じですかね。大きくなるのかな、これから。なんでまあこれもまたちょっと流しながらね、はい、流しながら話していきたいと思いましょう。延々このハムスターがカラカラしてるだけですけど、うん、話していきましょう。そうですね。いやー、ゴールデンウィーク明けちゃった、長かったね。ええー、まあ、何日間だったっけ、10日間ぐらいだったのかな。まあまあ、なんだろうね、サービス業をやられてる方だったりとかね、そういう方はね、いろんな方もいらっしゃると思うんで、ね、まあ、お休みなかったりね、贅沢ではあるんですけど、うん、いやー、頭が働かないね。終わった後はね、ゴールデンウィーク終わって初出勤、うん、そうです。もう頭がボケてるよね。ボケてる、ボケボケですよ。働かないね。働かない、ね、うん、全く動かない困ってますゲームだけはできるんですけどね。ゲームはなんとか、ね、うん、問題なくこなせるんですけど、いやー困ったもんだね。うん、まあ、そんなこんなでもありますけど、うん、ポッチさん最近なんかありました？ポッチはあれですね、つい最近ツイッターでも言ってたんですけど、はい、親知らずを抜いたんですよ。下の左側の、はい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 、親知らず抜いたんですけど、はい、まあ横に生えてるので、うんうんうん、まあ大変な、まるでもう工事をするかのごとく抜かれましたよ。ああ、あれ何、埋まってたの？いや、出てたんだけど、うん、やっぱり引っ張り出すにはなんかこう切って、うん、なんか骨に穴を開けて歯を半分にして取り出すみたいな、なんかもう大工事みたいなことをされて、この口の中で。拷問じゃん。うん。あ、でも、ね、もう本当にね、なんか、歯医者さんがね、うん、めちゃくちゃ頑張ってて、こうやられながら頑張ってくださいって思いながら。よくそう思えるね。申し訳ございませんみたいな。なかなか抜けなくてって思って。何回か前にも話してますけど、僕は歯医者本当に苦手なんで。うん、もうただの虐待だと思っちゃいますからね。うん、ここ応援する気にはちょっとなれないですわ。でもポチも、まあそんな得意ではないから、前回抜いたのは違う歯医者さんで抜いたんだけど、うん、それは上の親知らず抜いた時は、もう緊張しすぎて、初めての親知らずを抜くことに多分緊張してたんだろうね。はい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 、ドキドキしすぎて、終わった途端に、うん、もうなんか、すべてもう終わったみたいな、ほっとしたんだろうね。はいはいはい、終わって、なんか受付でお金払うときに、ぶっ倒れましたからね、うん、貧血で。あ、結局倒れたの？1回目はね。あ、1回目はね。で、2回目、今回は、ちょっと、まあ、横に生えてるから、うん、ちょっと口腔外科っていうか、ちょっとね、ちゃんと、そういうのができるところに行って、はいはいはい、しかも、なるべく痛みの少ないというところを選んで、う
はいはいはい、はい、でも自分がもう安心するようにね、痛みが少ないから大丈夫だっていう安心感を得て行った。ああ、なるほどね。まあ、だから倒れなかった。ああ、よかった。今回は大丈夫だった。それは良かったです。いやでもまだね、痛いんですよ。ちょっとね、腫れてるの今。今ね、まだ1週間経ってない。まあ、そりゃでも痛いわな。腫れてるし、まだこう、縫ってあるから、うん、今度、その糸を取りに行ったりとか、しなきゃいけないんですよ。いやー、怖い。怖いわ。大変ですよ、親知らず。うん、まだ、もう、あと、上一本、下一本まだ残ってるから、あ、本当すか、順番にね、抜いていかないといけないと思って。そうですね。いや、でもね、若いうちがいいらしいですよ。まあ、これ聞いてる皆さんもね、もう若い方は、親知らず生えてたら、行った方がいい、早く。ああ、そうなんだ。若いうちは骨が柔らかいから、意外に簡単にまだ抜けると。あ、本当に。年取ってくると、骨が硬くなってくるから、やっぱ老化とね。じゃあもう俺積んでんじゃねえか。だからもう、今だ、今。だから、今もう抜かないともうどんどん硬くなってって、どんどん辛くなってくる。ギリいけるかな。だから若い人は20代で行った方がいい。ああ、なるほど。うん、30代でも早いうちにね、行った方がいい。わかりました。ぜひみんなね、親知らず生えてたら、まあ、時間があったら早めに行ってください。はい。ちょっと、そう、大変だけど、うん、抜いた方がいい。すっきりするよ。なるほどね。うん、こんな感じですね、ポチはね。はい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 。あとは、うん、まあ、これもツイッターでまた言ってたんですけど、うん、2年前に、はい、もらったクワガタが産んだ卵をずっと育ててて、はい、ね、まあ幼虫になって、ね、2年間幼虫でこう育って、ようやく1匹だけサナギになりましたよ。クワガタがサナギに。今年だから、クワガタが生まれるというか、こう、クワガタになるんじゃないかと思って、今ワクワクしてます。あ、本当に。あれ、サナギになってから、すぐ、サナギになってからだと、そんなに時間はかからないはずだと思うな。あ、そっか。うん。まだここから2年間あるかもしれない。サナギからまた2年後に。サナギからクワガタになるまで2年間。やっと成虫になりましたみたいな2年後に。そう、それまで、チャンネルやってるから。多分、今年の夏に、うん、なるんじゃないかと思ってるんだけどね。この時期にサナギになったら。そっか。じゃあまあ、交互期待って感じなのか。まあ、早ければじゃああと数ヶ月後なのかな。もうちょいしたら、あっという間に夏が来る。やっとね。からね。育ったので嬉しい。おぉ、なるほど。よかった。まあ虫が嫌いな方はね、ウェーって感じだと思いますけど。まあ、僕もあんま得意じゃないから。得意じゃないもんね。幼虫とか見てもうわーって言ってたもんね。うん、肝ってなってたから。こっちは全然平気だからね。そうっすか。まあじゃあ、引き続き頑張ってください。まあ、そんな感じですね、はい。楽しみがあります、これから先。クワガタね。そうですね。うん、はい。レオの方は、どうですかね。僕は、まあ、あれですね、動画にも上げたし、まあ、ポチも一緒に行ってたからあれなんですけど、うん、まあ、今月そんなに大きいこといろいろしてたわけでもなくって、うん、あれですね、現地観戦また行ってきたよって感じですかね。あ、そう。ポチは、今季初。そうだね。現地。で、まあ、冒頭に本当は歯車の街で盛り上がってる場合じゃなくて言っとくべきだったんだけど、うん、令和初の雑談ですよ。そもそも。令和初だ、そうだ。ね、雑談ね。で、僕らが行ったのも5月の1日っていうね。そう。まさに令和初ですよ。令和1日目。初日。初日。にね、記念切手ももらえてね。あ、そう、西武っていうか、ね、そう、見に行った時にね。まあ、試合自体は負けだったんですけど、残念ながら。負けだったね。うん。だけど、うちの息子がね。うん。山川大好きで。山川がね。そう。大好きですね。令和初、パリーグ令和初、うん、のホームランを、そう。山川が無事決めてくれて。嬉しかったね。いや、嬉しかったね、本当に。それを見れただけでもう、っていう感じだったもんね、本当にね。そうだね。で、嬉しかった。実はね、動画ね、うん、上げた動画自体、今山川ってね、うん、ホームラン打つとドスコーイっていうのやるからね。そう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 、やるからね。本当はね、令和初のドスコイもね、うん、
撮りたかったんですけど、うん、あの V チェック、まあそれポチが撮っててくれてて、カメラをポチはね、ちゃんと、ね、回してて、頑張って撮ってて、で、あれっすね、あの山川がホームラン打った時に打ったと思って、よーし撮ったぞ、よしどすこいだって思ってたら、あの僕がちょっとテンション上がりすぎてっていうのと、あと息子に見せれたっていう喜びもあり、息子の方にわって行っちゃって、 それでカメラにがっつり映るっていうことになり、カメラにがっつり被ってくるっていう、そう、結果どすこいはカットっていう、カットっていうなんてことしてくれるのと思って、お前かよと思ってカメラの前に来んのと思って、そうだね、あれはちょっと、まあ、仮にもね、邪魔だよと思って、仮にも動画配信をやってる人間としてはやってはいけないことではあったのかな、ね、とも思いつつ、まあでも嬉しかったからね、まあそう嬉しかったし、まあ、現地観戦ってそういうものだ、そういうものだから、からもう、ね、まあちょっとわーってなっちゃうからねって思いながら、まあでも本当ね、今シーズン1回はちょっと息子に現地っていうか生でね、うん、見せたかったんで、よかったなと思ってました、ね、さすがって思っちゃった、うん、本当に思った、うん、よかった、本当に、うん、本当よかった、うん、それを見たぐらいですかね、今月は、うんうん、そうですね、であとは、まあ、僕はそんな感じですかね、近況としては、はいはい、であと全体の情報とか、うん、まあ、ご連絡って感じですけど、ね、そうですね、うん、で、あの、毎月ご報告させていただいているんですけども、はい、チャンネル登録者が220人を超えましたね、わー本当にありがとうございます、ありがとうございます、いやー嬉しい、ね、嬉しい、まあ本当にじわじわと増えてるというか、うん、ありがたいです、本当に、うん、びっくりしますね、うん、年内までにどんぐらい行くのかなって思いつつも、そうだね、引き続き頑張っていきたいなって、頑張っていきましょう、思ってますよ、まあ私たちは頑張るというか楽しんでゲームをしているというか、まあそうだね、本当頑張るも違うんだよな、でも楽しいんだよね、やってることはすごい楽しいから、うん、うん、よかったなって思ってますよっていうのと、うん、あとツイッターのフォロワーさんも1200人突破してました、わあ。ほんとびっくりして、1200人だって、そう、なんだろう、仕事の合間に、うん、まあ、僕ちょいちょいタバコ吸いに行くんですけど、うん、そん時にふと見たら、あれって思って、うん、ほんとびっくりしちゃって、わーってなって、うん、まあまたね、一緒にお話できたりとか、そうだね、うん、見れる方がいっぱい増えてくれるっていう、つながりが増えてくっていうのはやっぱり嬉しいですね、嬉しいです、はい、こちらも本当に合わせてありがとうございます、ありがとうございます、で、あと、まあ、レオの近況とかポチの近況とかではなく、チャンネルとして、うん、まあ、ゴールデンウィーク中に、うん、まあ、時間も結構あったりもしたんで、うんうん、あのライブ配信っていうものをライブ配信しました、初めてやってみました、やってみましたね、まあ、アンラベル2っていうのと、うん、あと聖剣伝説、うん、あと一回だけマイクラかな、そうだね、一回だけマイクラやったね、うん、やってましたね、やりましたね、で、まあ、これを皮切りにというか、うん、まあちょこちょことライブをやっていけたらなっていう、うんうん、まあやっぱり、うんうんうん、あの見てくださる方とかコメントもちょこっといただけたりとかして、うん、まあ本当に嬉しいので、うん、で、あと今までね、やっぱり動画撮って、うん、ちょっと間を置いて配信するっていうことが基本だったので、うん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 、直接の交流ってあんまり皆様とリアルタイムのね、そうだね、交流っていう機会がなかったので、うん、まあそういうのができる機会って僕らもすごい楽しいし、うん、いいタイミングだ、ね、タイミングというかね、機会かなと思ってるので、うん、まあぜひぜひ皆さんも遊びに来てくれると、そうだね、嬉しいかなと、やっぱり違うね、ライブでこう何会話するのって楽しいね、楽しいね、楽しい、うん、いろんな話もできるし、すぐこう反応できるというか、ちゃんとした会話に ねすぐなるから、そう、とっても楽しいです、楽しいですね、うん、ぜひ遊びに来てくれたらね、うん、いっぱいいろんな方と喋りたいです、そうだね、うん、いっぱい交流できたらいいなって思ってます、うん、まあ、ゲームは減ってなんですけど、ええ、そこは別にまあそれはね、もともと動画見てもらえればそうだと思うんですけど、カットしてあの程度なんで、
カットしないともっと、もっと大変。そう、あの、アンラベルとか見ればわかると思うんだけど、ほんとクソみたいな実力。まあそんなクソみたいな、こうね、あれを見に来ていただいてもいいですし。そう、あの、ほんとに。本当に下手だなみたいな。そう、本当下手だなこいつらっていうのを嘲笑いに来ていただいても全然構わないですし。まあでもね、本当に楽しんでね。あ、そうですね、楽しんでもらえればなって。皆さんも来ていただいて一緒に楽しめたらなと思います、うん、思ってますね。はい。いや、聖剣伝説とかも懐かしいしね。うん、まあ、懐かしいわ。本当楽しい。ストーリー結構忘れてんなって思ってるけど、うんうん、全然忘れてるよ。うん、うん。あとはアンラベルはまあさっき話した通り、相変わらずなんかちょっと難しくなってきて、だんだん難しくなってきてる、アンラベルはね。あと1回くらいライブやる時には、1回2回うーん、終わるかな、どうだろうみたいなね。でもうちらが上手だったら終わってる。まあ多分そうだとしたらもうとっくに終わってた。それか皆さんの応援で頑張る。そうね。そんな感じになるかな、きっと、うん。謎解きみたいな感じもあるしね。そう。ちょっとね、難しい時もあるんだよね。どうしたらいいか、みたいな。アクションも下手だというのに。ね。頭も使う。そう。もうゲームをやる要素とかスキルがまるで我々足りてないから。うん。それはしょうがないけど。っていうのがあったのと、うん。まあ、あと、他のレギュラー枠と言ったらあれですけど、引き続き動画はね、はい、上げてくし。うん。うん、まあそれはそれで楽しんでいただければなと。ちょこちょこ食べて、はい、いろんなものをね思ってますね。で、はい、あとね、ゴールデンウィーク中にすごいびっくりしたことがありましたね。はい、あの龍が如くオンラインのさ、うんうんうん、まあ、僕もゴールデンウィーク中に、うんうん、あの郷田龍二が出るということで、うわ、うん、ポチに散々、まあポチには言ってたんだよね、ずっとやろうよって、うん、面白いよって。でもついに誘惑に負け、うん、やり始めっていうか、まああのガチャ引いて本当ダメだったらもうやめたろうと思ってたんだけど、まあ来ていただいちゃったので、そう、もうやめるわけにはいかない。あんなん出しといてやめるなんて言ったらもうぶっ飛ばしですよ。まあそうだね。何言ってんの、まあ、って俺もだってゴーダが来るならって思ってたから。うん、でそれでね、まあ今2人でちっちゃいというか連合を組んでね。連合なのかね、2人で、ね、連合というかね、何なのか分かんないけど、まあ2人で頑張って 今、まあまあ、今のところね、そうやっていますよ。でそこでやってたらね、うん、まさかのコメントというかチャットが、そう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 、あのポチの方のその龍が如くオンラインの方の方に、うん、あの多分見てくださってたんだね、動画の方をね。そうね、そう、コメントというかメッセージが入ってて、うん、で偶然ね、あのその方とこうドンパチというか、まあそう、それで戦ってね、うん、あのギルド戦みたいのが、そう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 、2回かな、そうそうそう、2回あるんだけど、それで戦って、うん、でメッセージをくれて、ものすごく嬉しくて、うん、そうね、うん、ていうかええー、と思って。あの、なんだろう、再生数ってさ、うん、まぁ、あ、ちょっと見てるじゃん、うちらも。うんうんうん、でもさ、マジで見てる人いるんだってちょっと思って。そう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 そ う、 そう。だから嬉しかった。いや、本当にね、あれコメントとかいただけるだけでも本当に嬉しかったりとか、うん、いいねつけてくれるだけでもすごく嬉しかったりとか、嬉しかったよ。する中、うん、まさか、あんなギルドバトルって、で一緒に出会うというか、出会う、戦うことになるとはと思って。ね、思っても見なかったし。死ぬほど強かったけどね。うん。強かった。いや、まあ、びっくりしたね。うん。ああいうお声掛けいただけるとはね、うん、本当思わず。いや、本当に、これは本当嬉しかったの一言だな。ね。うん、語彙力がないから、もう嬉しかったしか言えない。うちら家でずっとあれだもんね。え、マジでマジでっつってなんか。ずっと言ってたよね。うん。その日多分一日中その話してた。そうかもしれない。なんか、マジかーとか言いながらずっとなんかアホみたいな会話で、キャッキャしてた。キャッキャしてた。ね。そう。
嬉しかった。あれは驚いたな、本当に。まあでもこれからね、これからもね、龍が如くオンラインはね、頑張っていきたいと思うんで、またね、そうですね。他の、まあ他のゲーム、まあ他のゲームではあもうあるのか。そうだね。メッセージとか、まあ、うん、動画の方のコメントとか。そうですね。もうやっぱり嬉しいので。そうですね。もうぜひぜひ一緒に絡んでいただけたりとか遊んでいただけるとすごく嬉しいですね。何でもないことでもね、一言でもくれたらもう、もうめっちゃ喜び舞い上がる。そう。すぐ小躍りするからね。小躍りするから。ね。いや、嬉しかった。いや、本当に励みになります。はい。本当ありがとうございます。あの時のドンパチありがとうございます。ありがとうございます。頑張って強くなります。まあ、そうですね。まあ、あとはこんな感じかな。はい。うん。じゃあ、ちょっと質問コーナーに行きますか。質問コーナー。はい。で、今回ね、質問がね、うん、多いんです。おう、嬉しいね。すごく多くて、毎月、ね、ないとちょっと悲しくなっちゃうからね。悲しくなっちゃうと思ったら、うん、いっぱい来てて。でもなんだかんだで毎月ちょっとずつはね、なんとかあったから。そう。で、全部を答えられてたわけではないんですけど、うんうん、でも気づいたらいっぱい来てて。うん、なので、それをたくさん答えていこうかなと。はい。思ってます。はい。はい、じゃあ1個目です。はーい。小雨の時、傘を差す、耐える、です。小雨の時。小雨の程度によるな。霧雨ぐらいなんじゃない？霧雨は霧雨じゃん。小雨。ちょっと降ってるんでしょ？くらいの感じ。ポツポツ。うん。ポチはどうなんですか？ポチはね、刺さない。ああ、そっか。ポチはね、結構雨好きなんだよね。子供の頃から。土砂降りじゃなければ、土砂降りとかこう、うん、めちゃくちゃ降ってなければあまり刺さない。ああ、そうなんだね。楽しいじゃん、雨。雨楽しいが、うん。雨楽しいから刺さない、あんまり。俺わかんねえわ、それ。持ってたとしても、多分、うん、刺さない、あんまり。ああ、なるほどね。うん、そっか。レオは？俺はね、傘、ああ、どうだろうな。刺さないで痛いんだけど、うん、なんだろう、あのね、すぐ風邪ひくんすよ、うん、雑魚だから、うん、あまりに雑魚すぎて、うん、だからなるべく刺すように意図的に刺すように頑張ってるけど、うん、あのでも最近さ、あのなんだろう、結構さ雨よけになりそうな道とかが多いじゃん。まあ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 、うん、割となんかちょっと木だったりとかルーフみたいのがあったりする道があったりとか、あと服がね割とずっとねフード付きのものを着ることが多いんすよ。あ、まあ、フード被ったりとかね、できるもんね、うん、そしたらなのでだいたいフード被って、うん、じゃあ過ごすことが多い。2人ともあんまり刺さない。あんま刺さないかな。でも耐えてはないよ、ポチは喜んでるから。あ、それで俺もでもフード被るときは、前に動画であげてたけど、朝栗あるじゃん。うん。朝栗ってなんか本気のときフード被るじゃん。うん。なんかちょっと、あの気分になって被ってる。じゃ、ちょっと喜んでる。ちょっと喜んで被ってる。バカでしょ、いいおじさんがさ。そうだね。二人ともバカだったね。そう、バカだった。じゃあ、結果、二人ともバカだから、刺さずに喜ぶ。喜ぶってことですね。はい。じゃあ次。これちょっと面白いね。質問がボケなんだよな、ほぼな。はあ、どこでもドアあったらイタリア行きたくない？お、場所はもう決定だ。そうだね。しかもイタリア。行きたくないって言われて。行きたくない？ドラえもん目線だな。おお。ちょっとなんかギャルウォッチックなドラえもんなのかな、この人。そんなことはないと思うよ。行きたくないみたいな。言い方じゃん、それは。腹からこうシュッて出してくるみたいな。あ、いいね。まあ、イタリア、あと、ポチはね、外国に一度も行ったことがなくて、うん、日本から出たことがないから。はいはい。いや、もう、どこでも行きたいね。イタリア行きたいっすね。ああ、そう。イタリア行ったら、うん、イタリアって何があるの？パスタ？ピザ？何？基本食い物から始まるの。パスタとピザを食いに行く。そっか。うん。イタリア行きたい。なるほど。うん。もう僕も行きたいは行きたいっすね。セリエは見たいです。ああ。
っぱサッカー、サッカーね、サカツクとかもやってるし、まあ野球ももちろん好きですけど、うん、サッカーは僕海外のサッカーの方が好きなんで見たいっす。じゃあピザを食べながら見に行こう。うん、うん、そうだね、うん、ピザ持って、ピザ持ってサッカー見るために。イタリア行ったらピザだよ、やっぱピザだよ。ああ、なるほど、わかりました。じゃあ行きたいです。行きたい。はい、ピザを食いに行きます。うん、はい。次、霊長類最強といえば。はい、こっちからです。え、もうだって霊長類最強って言ったらもう世間が認めるあの人じゃないの。ほう、どなたです。あの、なんだっけ、吉田沙保里さん。ああ、はいはいはい、この前ちょっと引退の表明された。表明された。でも綺麗になったね。そうだね。うん、なんか、なんか今すごい幸せそうだから、なんかいいなって思いながら。そうだね、本当お疲れ様でしたって感じだね、うん、いや、もう本当頑張ってきたから、もう本当にね、楽しんでいただきたい、これから先もっと。でも確かに霊長類最強なんだもんな。最強だと思う。でも、それじゃなかったら何なんだ、うん、他、霊長類最強、霊長類。僕は、あれでした、パッと思いついたのは、うん、ヒクソンと、おぉ、エミリア・エンコ・ヒョードルでした。エミリア・エンコ・ヒョードル。ヒョードル。うん。昔、プライドルにいた。はい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 。ヒョードル。うん。で、あと、これ多分実在の人物ではないんだけど、もちろん。うん。ハンマ・ユージローだった。ハンマ・ユージロー？うん、あの、グラップラー・バキの。ああ。バキのお父さんのオーガと言われてる。が一番強いの？いや、もう強いとかのレベルじゃないから。やばいの。そう。だって背中の、背筋とかが鬼の面と同じ顔になるからオーガって言われてるぐらい。すごいじゃん。超筋肉あるじゃん。そうだよ。やべえんすよ。筋肉しかないじゃん。そうだよ。ウイスキーの瓶とか手刀で切れるからね。すげえじゃん。そういう人なんですよ。へぇー。それがパッと思いついたんだけど、いや違う違う違う、実在の人物って思ったら。いやでも実在の人物とは書いてないよ、今のところ。あ、まあね、そうだね。うんとはいえ、実在じゃないとまずかろうって考えた時に思い立ったのは、やっぱりその総合格闘とかで、うん、うんうんうん、強かったヒクソンとかその辺でしたね。ヒョードルとかだったかなって感じですかね。うん、うん、じゃあ次行きますか。次、はい、質問箱の恋愛コミュニティ機能がめっちゃ人いるらしい。ん？マジか。質問箱の恋愛コミュニティ機能っていうのがあるの？みたいだね。うちら全然分かってないじゃん、質問箱のこと。分かってないね。分かってないけど。じゃあめっちゃ、何？恋愛相談みたいな？いや違うでしょ、恋愛。コミュニティだから。出会いがあるの？出会いがあるんじゃない？いい出会い？いや、まあ、いろいろじゃない。ほー。お、うん、お、質問ではなくない？わかった。いるらしい。うん。でも多分ね、入れねえんだ。このチャンネルのアカウントでそこに入ってったら、多分どっちかから、どっちが動いたとしてもどっちかから多分お説教されるから。うんうん。でもちょっと覗いてはみたいね。うん。コミュニティってのがあるんだね。ね。でも機能なんだ。機能なんだ。ちょっと分からない、うん、今度調べてみっか。うん、はい、ありがとうございます、情報ありがとうございます。はい、じゃあ次いきます。5年後何してると思う。はい、ポチ何してます。5年後何してんだろう。同じことしてんじゃない。成長はしてるかな、分からんけど、同じことしてると思う。何も変わらず、うん、5年後も、うん、今と同じことしてると思う。あー、そうね。うん、だって5年前何してたって言ったら、多分に、あの、実況はしてないけど、生活は同じことしてたと思うもん。うん、あー、なるほどね。うん。まあ、そうね。同じことしてる。はい。そうっすか。そうね。でもさ、でも5年後ってうちら、あれじゃない？
もうよりおじいちゃんおばあちゃん、そうだよね、もう一個桁が上がっちゃってるじゃん、新しい趣味を見つけるか、 桁は上がんねえよ、桁上がったら100だわ、桁じゃねえわ、10のくらいのあれが1個上がるわけじゃん、やばい、5年後って、うん、でもさ、あれじゃない、10代の時さ、20歳以上の人ってすげえ大人に見えたじゃん、うん、で自分たちが20歳になった時にさ、うん、こんなにしょうもないのって思ってたじゃん、うん、いや30になって代になったらもっと大人になれると、ああどう大人なはずって思ってさ、うん、いざ30代になってみたらさ、そんなでもみたいな、結果しょうもないじゃん、うん、だからやっぱほら同じじゃん、そうだね、うん、デビルメイクライセブンとかの実況してんのかな、セブンしてるかも、でもそうじゃない、そういうことじゃない、うん、まあ、でも何かしら実況してんじゃない、ゲームはしてると思う、ゲームは絶対してるね、うん、ゲームは多分やめてないと思う、うん、やめてないし、うん、やめてるとしたら仕事やめてる可能性がそうだねそのぐらいの勢い、ね、それがどちらかが大病とか病気でもうみたいな大変なことにってなってる、ね、可能性もみたいな、レオポチチャンネルのチャンネル名がちょっと変わってるかもしれないそうだな、でもまあ変わんねえだろうな、うん、ゲームスキルも上がってる気もしないしな、うん、引き続きチャンネルを楽しんでると思います、はい、そんな感じですかね、そんな感じですかね、うん、で次の質問でいいですか、はい、質問、はい、行きましょう、次好きな女優で一番といえば、はい、はい、これは僕はもう確定してるんで、ポチさんからどうぞ、ポチはね、はい、これでもポチでまたこれし渋いの、渋くはないのかな、いや分かんないですよ、あのね、うん、知って名前聞いても多分ね分かんないよみんな、あーとは言わないと思う、レオの好きな女優さんは聞いたら、うん、あ、うん、そうだねって、うん、すぐみんな顔がパッって出るもんだけど、うん、ポチの好きな女優さんは、うん、田中優子さん、うん、うん、俺もわかんねえよ、だよね、だから、うん、この方ですよ、あーこの方、あー見たことある、この方ですよ、あのね、うん、あみんなが知ってるので言ったら、うん、あのまあ女優業ではないんですけど声優業の方で、うん、もののけ姫の、うん、あのあれですよ、エボシ様、あ、はい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 、うん、お、やってた方、やってた方、じゃあ、あれなんだね、まあ、脇役っていうと言い方変かもしれないけど、まあそう、そう、そうというかこう、なんでされるというか、うん、それを支える、助演とか支える側の、支える女優さん、うーん、でも、なんかね、雰囲気が好きで、あー、でもなんかすごい優しそうな、ほんわかした感じの人だね、ほんわかした感じのこのね雰囲気が好きなんですよ、うん、なるほど、お顔も好きなんですよ、渋いっすね、なんかね好きなんですよね、女優さんって言ったらやっぱ好きなのはやっぱその方が出てきちゃうな、その人が一番に出てくるのはすごいと思う、やっぱほんとね、うん、好きなんだ、好きなんだ、いやでも、ね、なんかうん、そう、好きじゃなきゃ出てこねえよ、確かに好きなんだ、うん、そうで、レオは、僕はもうあれです。北川景子です。あ、まあまあ、美人さんなんだ、ね。はい、もう、見た目。いやーもう、もう見た目が何より一番ですけど、うん、本当にね、ドストライク。うん。美人すぎるでしょ。美人すぎるよ。女神かって思ってるから。うん、女神だよ。でしょ？なんで、もう本当に好きっすね。うん。もう、彼女が出てらっしゃる、あんまドラマとか見ないんだけど、うんうん、はもうほんと見ますね。だもうあれでした。あの、パラダイスキスっていう昔映画でさ、うんうんうん、向井理さんと出てたやつあったじゃないですか。うん、で、まあ、ナナとか、あの、矢沢愛さんの漫画は僕も好きなので、うん、いいよね。いや、もうほん
当にあの時はもう最高かよって思ってずっと見てたね。見てました。うん。もうほんとそんぐらい、まあ大体基本的には彼女が出てらっしゃるものは見たいって思うぐらい好きっすね。うん。はい。こんな感じで。こんな感じでいいですかね。はい。じゃあ次。はい。最後ですかね。はい。はい。ピンタレストって使ったことあります？日本でもっと流行らないんですかね？ピンタレスト。ピンタレスト。これね、俺もよく分かってなくて、調べたんです。おう、ピンタレスト。あれでした、あの、インスタみたいな、画像系の、あの、SNS ですね。あ、じゃあ新しいというか、また第3の SNS みたいな感じかな。そうだね、まあでも、まあ第3というか、まあいっぱいであるからね。今いっぱいあるからね。うん、で、その中で、まあ言うたら LINE とか、LINE は違うわ。まあでも Facebook とかさ。あ、そうだ、Facebook もあるもんね。Twitter とかさ。Twitter と。それもさ、いろんなのがあった中で、たまたまっつったら失礼かもしれないけど、うん、やっぱりなんかのきっかけでバズったみたいなのがあるじゃないですか。うん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 、TikTok とかもそうだと思うけど。うんうんうんで、まあでも調べたって言ってるぐらいだから、僕らは使ったことはないっす。知らなかった。うん。で、どうなんだろうね。流行るんじゃないですか？今ほら、画像、若い子たちはさ、そう、いろんなさ、こう、映え？うん。だから、映えを狙ってこう撮ったりするから。逆に、インスタとの差がわからないな、おじさんには。もう。から、どこ？インスタもこっち使ってないからわからないな。あ、まあね。だからインスタと。でも今インスタ映えとか言うもんね。そうそうそう。すごい流行ってる。でもそれがさ、もっと、その何、なんだっけ、ピンタレストってやつが、その写真とかがもっといろんなやつがいいってことになったら、そっちが今度流行り始めるんじゃない？うん、多分そうだと思う。あの、うん、なんだろう、世に言うインフルエンサーと言われる方たちが。がやり始めたらね。やり始めると、多分急にバッてバッてくるんじゃないかな。若い子は早いから、新しいことにも、いや本当にね、うん、だから影響力のある人がすげやったら急に流行る日本で。そうだね、うん、そんな気がしますね、うん、でも日本でもっと流行らないんですかねってことは、外国では流行ってるのかしら。多分そうなんじゃ、だからそうなってくると、もっともうすぐそこなんじゃない。じゃあ外国の影響力ある人がね、日本の方にも影響力ある人が、インタレストいいぞって言ったら、ピンタレスト、あ、インタレストじゃねえ、ピンタレストがいいぞって言ったら、あれだよ、うん、急に。いやでもそういうことじゃない。そう、あの有名な何々さんがピンタレストやってるってなって、うん、そう、今だってなるから。やっぱりさ、その SNS とかさ、うん、まあこういうチャンネルとか YouTube とかもそうだったりもするしさ、うん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 、いろんなものってそうじゃん。そう。あのね、ちょっと前とかもピコ太郎がすごい流行ったのもさ、うん、あのなんだっけ、ジャスティン・ビーバーがさ、ああそう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 だね。つぶやいたことでさ、言ったことでね、だってなったりとかしたわけじゃん。世界中にね。そうだから、やっぱりそういうことが、何かのきっかけが、いろんな、そう、プラットフォームで起こりうるから、うん、流行るときは急に流行るんじゃないかね。うん、まあ面白いですけどね、いろんなものが出てくるってね。まあうちらもそういうのがあって、まあまあ面白いと思うからみんな出すんだろうけどね、やっぱそういう、うん、いろんなものをね、結構ね、うん、なんかよくちょっとおっさんくさいこと言うけど、うん、あの日本の人ってさ、うん、とか、まあ日本の人だけじゃないのかもしれないけどさ、うん、なんか新しいもの流行るとさ、うん、ちょっと否定的なコメントから入る人多いじゃん。ああ、はい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 。ほんとあれ、俺嫌いで。うんうんうん。流行ってるとかさ、うん、盛り上がるってことはさ、うん、絶対いいとこがあるわけじゃん。だから正直、俺も今ピンタレストってわかんないし、うん、まあインスタもそこまでよくわかってるわけじゃないけど、うん、でも基本的に見たりとか調べるときには、うん、これは面白いものなんだって思って調べるようにしてるの。うん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 。その方が楽しいし。うん。だからまあ、きっとピンタレストも楽しくないものになるんじゃないかね。僕らの場合はあんまりね、楽しいもの。なんだろう。
まあ、ゲームの実況動画とか出してたりもするし、うん、っていう形で出してたりするし、あと顔出しとかしてるわけでもないし、うん、まあ、こんな汚ねえ顔出しもどうしようもないんで、あの多分ピンタレストであろうとインスタであろうとどうあれ映えようがないので、うん、まあ、ご飯とか撮ればいいんじゃない、うん、かといって TikTok とかにしたって TikTok で踊れるほどのキレもないし、うん、っていう状況ではあるので、まああんまり発信のプラットフォームの一個として利用するかというと微妙かもしれないですけど、うん、ただやっぱりそれで好きな人はいると思う、うん、好きな人もいっぱいいるんだと思うから、うん、だから流行る可能性は大だよね。そうだね、うん、これから、まあ、逆になんかそれがあれだね、うちらのその現地観戦とか球場行った時とかに、うん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 、そういう時で撮ったものとかがあげれるようなものなんであればあげてってもいいかなっていうのはあるけどね、うん、使ってみてもいいのかもねって思うけど、うん、まあそのうちきっと急に流行るのか、もしくはピンタレストじゃない何かが、別の何かが来るかもしれない、別の何かがわって来るかもしれないし、来るかもしれないし、わからないね、そこはね、そこはちょっと面白いですね、うん、何が来るかわかんないですからね、うん、こんなものは、うん、まあまあ引き続きでも楽しんでみたいですね。はいはい、そんな感じですかね。はい、質問はこれまでかな。そうですね、以上ですね。いや結構来ましたね、嬉しかったな。いや本当に嬉しいです。うん、引き続きあの質問とかは募集してますんで、ずっと、うん、あのぜひいただけると本当に嬉しいです。嬉しいです。はい、まあ今回そんな感じでいいですか。はいはい、はい、じゃあ今回ここまでになります。はい。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメント、いいねいただけたら嬉しいです。では、次の動画でお会いしましょう。またねー。バイバーイ。